諸流に、斬新ということあり、いぶかし、何をか斬新という、いわく、技に惹かれることなく、身体不動のところを言うのみ、身体不動なるときは、応用、明らかなり、日曜人事もまたしかり、打ち上げて、奈落の底まで打ち込むというとも、我は元の我なり、ゆえに、前後左右、無下自在なり、 心を入れて残すにはあらず心を残す時は二年なりまた身体明らかならずして心を入れずというばかりならばもうだもうとつというものなりメイは身体不動のところより少ずただ明らかに打ち明らかにつくのみこれらのところ語りがたし悪しく心得れば大いに害あり 諸流に線ということあり。これまた、諸学のために、英気を助け、打機に鞭ち打つの源なり。実は、身体不動にして己を失わず、後期身体に満ちるときはいつも我に線あり。人より先へ打ちつけんと心を持ち得るにはあらず。筆胸、剣術は、正気を養って、四季を去るを言おうとす。かかるの中の末、 松の中のかかるというも、皆自然の応用なり、諸学のために、しばらく名をつけたるのみ、動いて動くことなく、静かにして、静かなることなしというのいなり、諸学のものは、気の合十技の応用をもって語らざればよるべきところなし、故に、そのところについて名をつけ、押しうるのみ、しかれども、名をつけるときは、 何にしゅうしてその大元を誤り名をつけざれば空にしてとりとめなしとにもかくにもその体を識きとくせざる者には語るべきようなし一切の技みなしかりゆえに物の死をする者、その人にあらざればひしてみだりに語らざるもまた無べなりその体いを識きとくすれば見ること聞くことじきにわかるものなり 前に論ずるごとく、一心の動静は、すべて気の作用なり。思考して、心は気の霊なり。気は、陰陽性学のみ。気、清きものは、活して、そのよう軽し。濁るものは、滞りて、そのよう重し。形は、気に従うものなり。故に、剣術は、気を収する思っていようとす。気、活するときは、 技の応用を軽くして解く、濁るときは技の応用を重くして遅し、気は合剣をたっ飛ぶといえども、一とえに合を用いてはなきときはくじけてそのよう行われず、偏るものはその後虚にして用をなさず、要は和をたっ飛ぶといえども、ちに合剣の主なきときは流れて弱きに至る、弱と重と異なり、 十は、正気を含んで用をなし、弱は、一向に力なくして用をなさず。休むと怠ると、また異なり、九は正気を離れず、たわしきに近し、閉まるものは、気のよるところあって、溶けがたきものなり、年によって閉まるあり、陰気、自ら閉まるあり、およそ気のよるところあれば、用に応ずること、速やかならざるものなり、 故に、閉まる気は、技の応用を遅し、気、先立って、技の応用を乾くものは、ようにして、根なし、軽くして潤いなきものなり、枯葉の、風に散れがごとし、湿り滞るものは、落気の、自ら重きに引かれて、応用の遅きものなり、凝るものは、気、一重に集まり、固く閉ざして形をなし、とどまって動かざるものなり、 ゆえに、その応用、いよいよ遅し。水の氷て言和わせざるがごとし。これもまた、年のり、気のりあり。年というも気なり。知ることあるを年という。知ることなきを気という。皆自ら試みて知るべし。五十変化して、自在なるものは、応用無下なり。ただ、剣術のみにあらず。 学術といえども、気の合重、変化自在なるところを修しえば、心の妙用を表すべし。身体の妙用は、後なくして語るべからず。故に、剣術は気をもって修して、身体の照らすところを知る。学術は心をもって修して、気の変化妙用を知る。しかれども、ただ理をもって、意識の間に知るのみにして。 身に、修し得ることなき時は、新規の噂にして、その用をなさず、剣術者は、気を修するといえども、ただ、剣術応用のところにのみ修するがゆえに、心の霊覚もまた、その一方にのみ達して、日曜条項に及ぶことなし、新規、と一体なり、己に試みて、その体を識得せば、修行水くなりというとも、 文に応じ定期あるべし書竜共にその極速に及んでは一つなり流技流技はその尖閣の人の修練して我が入り置きと思う門戸より導くのみしかれどもその道すがらの風景を愛しここに従して自ら是とする者を推しこれをもってその末々の流儀技端にして互いに是非を争うと見えたり その極速は是非の争うべきことなし。その中途の風景は皆意識の間の剣のみ。その大元は二つもなく三つもなし。分かれる時は善悪あり、邪性あり、恒従あり、長短あり、その末々に至っては論じ尽くすべからず。我が知るところ人は知るまじきと思うわぐなり。我に黎明あれば人もまた黎明あり。 己ひとり血あって天下みなくならんやゆえに隠すことはなきものなり学術といえどもまたしかり老物壮烈壮府巨遊が共柄も無我無欲の身体を見ることは一つなりゆえに一号の思念浸透をけばくするものなしただその見るところの風景異なり ゆえに分かれて医学となるのみ、成人の道は天をいただき地を踏んで三が大地残すことなし夫婦の愚不祥も預かり知るべくよく行うべし天下仁義に服せざる者なく皇帝中心をそしるものなし天竺久仏師の共柄といえども成人の宅をこうむりて仁義の中に欲せずということなし。 医学の風景のよく及ぶところにあらず天地万物の大元上より見下ろすがゆえなり医学の友皆聖人の別派なり大道に背くことあたわず